めっちゃうまいな。
子供らしい。あ、でもラケットも買ったよ。同じやつ。いいね。もうすぐこっち着く。あれ、もう今、直接受け場を打ったの。サイン。そろそろ戸塚が前に来んじゃん。大村さんが後で来るかも。なんで大村さんが。食べながら食べてる。
去年で3回目かな。全部エースでご飯。
験してる。いやー、もう3年間ずっとチャレンジしました。ああ、最近頑張ってる。上手くなったから。上手くなったんだよ、最近。メンタルね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 。メンタルって一言言ったら。私はでも一人世代だよ。そうです。今日の世代は僕一人で感覚があんまりないんで。吉田さん、吉田さんとして、吉田さんの方に全部届いてるかも。吉田さん、普通にしていかないと。僕が寒いから全部座っちゃった。でかいですね、はい。バイクなんですか？ベンチプレスに行って、後輩生が来ました。出ますか？後半うまかったです。タイミングだけで、はい。で、結構2回目は、そういうのも、陸に有限には勝った。結構少ないけど、パワーできる。違うんでしょうね。でも、ボリューム下手って違う。ボリューム下手じゃないんだけど。入んない。あれ来るかな。してないっすね。
終わったら連戦で。そうだね。やべえわ、ごめん。相手が強かった。俺も普通に前。
前で。セカンドだったら多分ストロークが来て浅くなったら。サジで。隣に気配がないと。いないよ。ありえない。